はい、こんにちは。今日は YouTube 始めてみようというお話です。それではスタート。はい、改めまして新潟セヌイニオンです。今日はですね、 YouTube 始めてみようというお話です。まあ、そもそも労働組合がなぜ YouTube 始めましょうみたいな動画作ってるんじゃお前はっていうふうに言われるかもしれないんですけども、まあ、私たちからすれば、私たち自身、まあ、労働組合ですけども、労働組合以外にも市民団体とかあると思うんですが、まあ、そういう団体っていろんなノウハウを持ってるんですね。まあ、知識、知恵、そういったものがあるんですけれども、それを自分たちの身内だけで留めておくというのはすごくもったいない。それを世の中のために使えば世の中が良くなる、そして自分たちも良くなる、そういう発想のもとで、まあ、外に向けて発信しようと思っているわけです。それが、まあ、YouTube が一つ、まあ、SNS もあるでしょうし、まあ、ホームページもあるでしょう。まあ、それのうちの一つとしてね、 YouTube っていうのはすごく、まあ、便利なツールなので、YouTube を使ってみませんかというお知ら、まあ、呼びかけをしているところなんです。もちろん、私たちはそういう立場ですけど、それ以外の方でね、収益化したいというような、そういう思いを持ってやられる方もいらっしゃると思うんですが、それはそれですごく大事なことで、まあ、最初は、まあ、この後ちょっとお話しますけれども、最初はスマートフォン一つでいいんですけども、そのうち、まあ、マイクが必要かなとか、カメラが必要かなとか、編集するためのパソコン必要かなとか、いろいろなことをこう考えてくると、どうしてもお金がかかるんですね。なので YouTube で収益化してみたいというふうに考えることは、それはそれでモチベーションになるので、すごく大事なことだと思います。ただここでは、まあ、労働組合として、いろんな私たちの知恵、知識というものを皆さんにお伝えするということを、まあ、主眼にして考えていきたいと思います。で、YouTube を始めようということなので、まあ、何もないところからスタートするということを、まあ、一つは考えるわけですが、本当に何もないと何もできないので、唯一これが必要だというのは、スマートフォンになると思います。で、今スマートフォンにスマートフォンホルダーがついていますので、まあ、これスマートフォンだけではないんじゃないかと言われるとそうなんですが、基本的にはスマートフォン一つあれば全てできます。具体的には、起動して、カメラを起動して、こうやって映ってるところのですね、インカメにしてですね、私の方を、こちらの方をですね、映していくということで、まあ、私がこうやってですね、喋れば、ここにカメラがあれば私の方を撮っているので、まあ、これでいいということに、まあ、なりますよね。録画をして、その後アプリで編集をするということもできます。まあ、私の場合はアプリで編集するというのがちょっと面倒だなと感じる人間なので、パソコンは私もともと好きで持ってるもんですから、そちらの方にデータを移して、まあ、AVIUtilというフリーソフトですけれども、フリーソフトでも十分なので、それで編集をして、まあ、編集してって言ったってカットして、ちょっと詰めたりとかして、音量を少し上げ下げしたりだとかして、あとテロップならテロップ入れてというぐらいです。それ以上は特に何かする必要はないので、まあ、そんな風にしてやればいいんじゃないかなと思いますね。で、あとはアップロードするだけで、まあ、私の場合はパソコンからアップロードしますし、もちろんスマートフォンからアップロードするということももちろんできるわけです。だから、そういう意味ではすごく手軽に YouTube を始められる環境というのが、まあ、あるんじゃないかと思いますね。まあ、便利ですよね、考えてみればね。小さなパソコンと通信機器がくっついてるだけの、このスマートフォンがある意味こう革命を起こしたというふうに言えるでしょう。で、
その初めて YouTube 始めたいという人に向けて、私が言いたいのは5つです。ここにあります。1つ目、まず始めてしまうということです。最初に、いやそうは言ってもさと思うんですよ。そうは言ってもさ、あのこのスマホでこうやって撮ったけども、音はなんかよくわからない、聞き取れないし、風切り音が入っているし、いやそうは言っても私の顔が映ってても本当にこれでいいかなどうかなとかですね、いろんなこと考えるんですね。でなんだけど、まず始めてしまうということが第一にあります。あの躊躇しない、あのハードル上げすぎないでですね、まずハードルを低く低くしてやるということが重要です。2つ目に、問題は中身です。中身が全ての勝負です。まあ、見せ方とかそういったものも、まあまあ、あの大事になってくるかもしれないんだけど、とにかく最初のうちは中身が勝負です。私たちであれば労働組合として、労働相談の関係のお話もしますし、生活相談のこともお話をします。それから、まあ、こういう SNS だとか YouTube だとかの、まあ、こういったお話も少しします。まああとあんまりお話をすることはないと思うんですけども、まあ、そういったものに向けて私たちはまあ中身を向けていくんですが、まあ、あの始められる方は一体どの中身にしようかな、どういうジャンルにしようかなというのはちょっと考えてみてください。で3つ目にですね、とにかくどんどん数こなす。1個目ができたらすぐ2個目、2個目ができたらすぐ3個目、とにかくいくつかこう作ってみてください。あの1個2個3個ぐらいで悩んでても仕方がないんです。とにかく作って作って作って、10とか20とか30とかできた時に、さてどうなんだろうというふうにやっとそこで分析ができることになりますので、まずそのような形でやっていただきたいと思います。4つ目ですが、自分の強みを生かす。これは自分がどういう分野に強いか、どのジャンルに強いかということを考えてやっていくと、5番目の継続というものにつながっていきます。自分が弱いなと思っているところは、それを出していくこと、調べていくことがすごくきつくなっていきます。まあもちろんやってもいいんですけど、苦しいんじゃないかなと思いますね。まあいずれそれ調べていけばそのうち強みになると思いますし、まあ、あの強みを出していくというのがいいと思います。そして継続ですね。あのどっかでやめたっていうふうにしないで、やはりどこかに行くまでに続けていくということがすごく大事です。まあ、YouTube 始めるにあたって、まあ、私なんかは正直言って、喋り好きではないです。全然喋る人間ではありません。聞き役になる方が多いですし、あの人から言わせるとですね、あの聞く方が得意な人間です。喋り好きの人からして、私と喋ってるととにかくよく喋ることができて、すごくいいっていう、気持ちがいいというふうに言われるぐらい私はもう聞き上手なんです。だからこういうところで、YouTube で喋ってるっていうのは私にとってはあまり実はあまりいいことではないというか、まあ、こんなこと言っちゃ悪いんですけど、どっちかっていうともう一人この脇にいて、いやそうですねそうですねっていうふうに言ってる方が私はありがたいんですが、まあそうもなかなかできないので、私が今喋ってるわけですけど、まあそれも自分にとっての修行かな、修行そこまでではないですけども、まあそういった、まあ、自分自身へのチャレンジというのも含めて、自分が成長していくということも含めて一つの作品だというふうに思っていますので、まあ、皆さんも、まあ、皆さんの中でね、喋るのが大好きだっていう人はそうではないかもしれませんが、喋るのが不得意なんだけどっていう人がいればですね、ぜひ、まあ、そんなふうにちょっと気楽に考えてやってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとまとめたいと思いますが、 YouTube 始めよう、まあ、どうして私たちが言うかというと、それは私たちの知識知恵というものを
生かすという方法を、まあ、皆さんにぜひ、ということから始めています。スマートフォン一つで全て始められます。カメラを起動して編集してアップロードさえしてしまえば、とにかくいろんなものが作れるということです。まあ、そのところから少し広げていけばですね、もう少し質のいいものが求めまとめられるんじゃないかなと思います。私からは5つです。とにかく始めてしまう、中身重視、数も大事、強みを生かして継続していくということです。今からでも遅くはありません。 YouTube ぜひ始めてみてください。今日のまとめっていうのを出すの忘れましたね。おまけですけれども、正直私はこうやってスマートフォンでこうやるっていうのがあまり得意ではないです。自分で言うといて何やそれっていうかもしれませんけど、あんまり得意ではないですね、これね。まあ置いてだったらまだいいかもしれませんけど、あ、これ見えないですね。置いてどこかに置いてだったらいいかもしれませんが、あ、これも見えませんねいいんですけど、置いてだったらまだいいかもしれませんけども、手で持ってこうやってブレ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 っていうのはなんかこう自分で見てて疲れるので、まあ、歩いてればいいんでしょうけども、こういう風にしてて座ってってことになるとちょっときついかなと思います。あと、まあそうですね、屋外でねやると、まあ気持ちがいいのかなと思いながら、まあこれ今室内でもちろん撮ってますけども、まあ私なら私なりのスタイルでこういう風にして組んだわけですけど、まあ最初はそういう風にしなくても、まあ、できるので、とにかくやってしまうというのが本当にいいと思いますね。まあ中にはやっぱりね、なかなかそこまで踏ん切れないんだけど顔を出すのもちょっとねっていう風にしてね、思う方もいらっしゃると思うんですが、もちろん顔を出さなくてもできるので、こういうのはここにあるパネルを全部全面パネルにしちゃって喋ってればいいわけですから、そういう方法もあると思います。で、まあ、いろんなスタイルを、まあ、確立していくことっていうのが重要かなと思いますね。はい。まだチャンネル登録はあちらにまだ赤いボタンがついているような方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。また、いいね、コメントもぜひお待ちをしております。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。